普通鉄道の線路引き込み線線路鉄道における線路とは競技には鉄道車両が走行するレール、その下の枕木、道床、その下の路盤を指す。これらに直接の関わりがある橋などの建造物や保安装置も含まれる。抗議の線路は鉄道用地内のトンネル、乗り面、信号機、河川の電柱などを含む総称で用いられる。 日本における鉄道の線路の定義は、日本産業規格によれば、レール、枕木、銅床などが含まれる軌道、及び森土や切り取りなどを施して、銅床を支える、路盤、橋梁などの構造物を含めたものを指す、ものとされている。JRK の運転取り扱い心得ではさらに、電化された鉄道における電力を供給するための、河川などの設備である。 電車線路もも含むものとされるまた一般には、もっと広く、鉄道車両が走行するために必要な設備を含めた、ものを指し、トンネル、信号や標識などの保安設備や、各種の通信設備、停車場である駅などの設備などもがニされる。また、線路の同床を支える路盤の表面を、思考基面というが、上で述べた軌道は、 この思考機面の上に設けられるものである。普通鉄道では、車両を誘導するガイドとして2本のレールを平行に固定して設置する。特殊なものとしては、1本のレールを使用するモノレールや、特殊な誘導用レールを持つ案内機上式鉄道、空中に渡したワイヤーロープを使用するロープウェイ急勾配を途半するため歯型の第3のレールを設置した。 ラック式鉄道などがある。日本のレールの間隔を機関という。機関には、標準機、強器、後期などがあり、日本の鉄道では、JR グループの路線の内新幹線と、ミニ新幹線などの新幹線車両が走行する一部の在来線、及び一部の私鉄で、標準機を採用している。それ以外の在来線、私鉄では狂気を採用している。 鉄道線路に侵入し列車を妨害した場合、日本では、刑法第11章第124条から129条に、定める往来妨害罪や、鉄道営業法によって処罰されるが、侵入した時点で、罪が成立するのか、列車妨害に及んだ時点で、罪が成立するのかは曖昧で、逮捕か厳重注意かの判断は、現状では、 当該区間の線路を管轄する駅の駅長をまたは、助役に委ねられ、警察によって処分が下されている。ただし、新幹線鉄道については、新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第3条により、りに立ち入った時点で、罪が成立する。西の2006-2から3ページ。ありがとうございます。